四季桜は、サブリメーション原作、制作の日本のテレビアニメ。オリジナルアニメとして、2021年10月より、中京テレビ他にて放送予定。異界から現れ人を襲う、鬼と彼らに対抗するため特殊なパワードスーツを着用した少年少女のチームが、世界を救う巫女を守るために戦う、ヒロイックバトルアクションである。二千十七年に、 若者向けのポップカルチャー事業に取り組もうとした中京テレビが中心となって企画した名古屋アニメプロジェクトの一環として制作を開始。テレビアニメがほとんど東京で制作している現状があるために地元で就職できない学生が多いことを踏まえ、地元発のアニメ制作が定着すれば他の放送局や制作会社が参入し、 やがて地域産業となることを考慮して進められており、ビジネスというより、名古屋発のカルチャーを応援したい会社が集まった。名古屋が、アニメ好きの人たちの楽しめるエリアになれば、と中京テレビのテレビビジネス推進局の川原、道夫が語っている。後に制作に関わるサブリメーションが2016年に、名古屋にスタジオを開設したことも後押しになった。特徴として、 東海三県を舞台にし、作中のキャラクターも方言を使う、キャストも地元出身など地方が舞台ということにこだわったものになっている。制作当初はロボットアニメとして展開しようとしていたものの、パワードスーツを着用する案に変更された。また、全編フル CG による制作でもある。2018年7月にタイトル発表。 当初は2019年度の完成を目指していたが、2020年2021年と延期に延期を重ねる結果となった。なお、企画制作の過程は、ラッシュポーで配信されている。2020年6月、ZIP FM で放送されている、ジェンズとのコラボを発表した。この中で、ジェンズに出演している、野田翼及び石井七瀬。 さらに ZIP FM ナビゲーターの中川大輔が声優として本アニメに出演することが発表された。なお、石井七瀬は四季桜公式ツイッターの中の人を担当している。高校生の三輪の章は世界を救うことのできる巫女の名人、アウハナと出会い、異世界から現れた人を喰らう鬼との戦いに巻き込まれる。また、章はひょんなことから古代の秘術と 最新技術が融合したパワードスーツの鎧読みにまとい、合う花を守るヒーローになるため、パワードスーツをまとう少年少女のチームと共に戦うことになる。インターネットでは、Hulu にて2021年10月10日より、毎週日曜12時に最速配信が実施され、その他のサイトで10月15日より毎週金曜0時に配信予定。四季ザクラジオは、 四季桜公式ツイッター上で配信されているインターネットラジオ番組2020年4月24日より配信開始毎回四季桜に出演する声優や制作人を招きトークを展開するパーソナリティは VTuber ーーの君のみや放送に先駆け月間アクションにて2021年2月号より連載中作画は青木隼人ありがとうございます